ホットジャパン第5弾 in 沖縄スペシャル、やってまいりました。沖縄でございます。やってました。これ見てください。これ、はい、すごい晴れました。素晴らしい。すごい。私たちは今沖縄にいます。はいさい。今回なんと星のや沖縄さんとバンタカフェさんのご協力をいただき、沖縄リゾートをとことん満喫できる企画を用意しました。イエーイ、ありがとうございます。その名も沖縄リゾートを満喫できるのは誰だ、ホットジャパン沖縄対決。対決しましょうね。対決していきましょうね。これから皆さんには2チームに分かれてもらい、沖縄の豪華グルメ景品をかけて3本勝負をしていただきます。はい、こちらが A チーム、はい、でこちらが B チーム、 B チーム、はい、で僕はあの、まあ、沖縄出身ということで MC を。あ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。このどっちのチームでもない翔くんは豪華商品はもうないということですか。この時点でどうなんですか。もうこの時点でなしが決定してるってことです。何も聞いておりません。ウニがいた。ウニちゃん、お前誰のマイクの、マイクのあの風貌が取れてます。あ、俺かも。あ、マメちゃんですね。ちょっとマメちゃんの風貌が風で取れました。じゃあ早速いきましょうか。はい、じゃあ最初の対決いきましょう。よし、せーの。はい、ということで2つのチームに分かれた最初の対決なんですが、はい、その前に今回特別ルールがございます。僕ら JO1 はゴータートップということで、世界のトップを目指すグループなので、はい、3本勝負ありますね。はい、その間ネガティブワードはキンクです。あ、いいね。なるほど、はい、いいね。もし仮にこの3本勝負のうちにちょっとでもネガティブ発言をしたら減点です。わー、いくぜ。逆にこうポジティブなポジティブなことを言い続けるとなんか加点みたいな、はい、あ、一切ありません。ありません。はい、行こうぜ。寒いもん。寒い。それもネガティブ。それどっち。危ないって。危ないよ、お前。ギリギリって。ギリギリは涼しい。そう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 、そんなそんぐらいだったらいいかもしれない。ちなみに一番ネガティブな発言が多かった人には罰ゲームが。受けた。受けたい。なんかもうありがたい。ありがたい。罰ゲームありがとう。受けてみたい。おいしい。さあ、じゃあ早速最初の対決に参りましょう。最初の対決は早押し沖縄クイズ。やった。はい、はい、ここからですね、沖縄にまつわるクイズを3問出題します。正解の多いチームの勝ちとなります。勝利チームには、こちらのご褒美を差し上げますということで、おいしそう。バンタカフェさんの、ふわふわのふわふわサイダーだ。え、スパムおにぎり。スパムおにぎりとガーリックシュリンプ。はい、めっちゃいい匂い。ガーリックシュリンプは食べたいよ。ルッキー最高やな、これ。最高だね。めっちゃいい。ガーリックシュリンプとか最高やな、ね。勝たしてほしいわ、マジで。うん、ということで、じゃあいただきます。なんでなんで。おかしいおかしいおかしい。いいね。おいしそう。なんで飲んでんの。え、なんか言った。おいしいって。なんで飲んで何飲んでんの。聞いてるだけか。どう、どう聞いてるだけよ。味はどう。バカうまい。うわー、食レポうまっ。やっぱ翔くん、翔くんいつも、MC やってくれてるし、うん、いっぱい食べちゃった。いつもありがとう。食べちゃった。うわー、美味しそう。何が出る、何が出る言葉。まあさんやさ、これうまそう。さあ、それでは皆さん準備よろしいでしょうか。はい、当たり前じゃ。では早速第1問。はい、あ、首里城。違います。いい読みやね。第1問。はい、沖縄で有名なサーターアンダギー。違います。うわ、いいですね。いいですね。いいですよ。沖縄で有名な柑橘系のフルーツといえば、うわ、何やですが、ちゃう。シークワーサーですが、ほらほらほら、ですが、そんな簡単。マンゴー多いじゃん。マンゴー多いからいいね。これはこれ多いよ。積極的や。多いから多いからいいね。シークワーサーですが、ですが、国産の 99.9% が沖縄で栽培。お、はい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 、カシマアントラーズの皆さん。はい、はい、どういうこと。はい、はい、サトウキビ。違います。あれ、国産の 99.9% が沖縄で栽培されているフルーツは何でしょう。マンゴー。違います。はい、はい、パイナップル。正解でございます。やいいね、そっちも。そう、いや、いいじゃん。マンゴーでもいい。マンゴーでもいい。おめでとう。それでは続いて第2問。次の映像は何でしょう。おお、2、1、5。さあ、寄ってるんだ。あ、そういう感じね。だん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 寄りだね、いいより。さあ、そろそろ押してもいいんじゃないでしょうか。もうわかる、沖縄県民ならもうわかる。押して。はいはい、はい、シーザー。あ、
あ、チャンだ。惜しい、ものすごく惜しい。シーサーっぽい。っぽいね。惜しい。さあ、どん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 。シーサーやん、これ。え、シーサーやん。シーサーやん。はい、はい。矢の髪。え、シーサーはシーサーなんですが、はい、左のシーサーまあそういうことよね。はい、メスのシーサー。正解でございます。素晴らしい。すごい、はい、これ口閉じてるのは素晴らしい。いやー、やられた。いいね、いいね。むずいね。さあ、1対1です。今1対1。そういうことね。楽しい、このクイズ楽しい。問題続いて第3問、こちら箱の中身は何だろうなクイズ、こちらやっていきたいですが、はい、まずそれぞれチーム1人ずつやる人決めてください。じゃあ俺行きます。行こうか。はい、ゆきくん行かせてください。中身こちら。ビャーン。いやいや、リアクション下手やん。めっちゃいいね。あ、はい、オスのシーサー。邪魔ね。それはガッて言っていいよ。反対側入ってんだ。簡単すぎるやろ。じゃあメンバーも見ていいですよ、そのやってない人以外は。あ、じゃあ見てもいいですか。一回見るよ。気をつけながら見てください。豆がちゃんと答えられないとダメですもんね。リアクションは、いいリアクションだね。リアクションうまいよ。リアクションこれは。さあ、それでは箱の中身は何だろうなクイズ、よーい、スタート。気をつけて豆、結構本当に押してくださいね。押してくださいね。あ、ごめん、めっちゃ簡単やん。めっちゃ簡単やん、これ。うわー、優しい問題よな。わー、優しい。めっちゃ簡単。すごいカルチャーを感じます。ありがとうございました。いい問題。ゴーヤのオス。オスメスないです。右のゴーヤ、オスメスないです。結構成長したゴーヤ。しゃ、正解でございます。結果は2対1で、はい、A チームの勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。悔しいけど次頑張ろう。次頑張ろう。次頑張ろう。大丈夫大丈夫。はい、ということで勝利チームにはご褒美のバンタカフェさんのご飯でございます。じゃあいいですね。ソーダ、ソーダかな。ソーダ、ソーダ、はい、うまそう。シュリンプ美味しいよ。そのさ、ソーダがさ、うん、中のさ色ついてるの何、ね、そう、それが気になる。それもちょっと食べながら。わあ、ガーリックの匂いがすごいね。匂いがやばい。ガーリックの匂いがもうすごいね。うわ、めっちゃいい匂いこれ。いいな。めちゃくちゃガーリックでございます。いただきます。いただきます。実食。ポーク卵もありますからね、はい、確かにそっちも食べてほしいよね、うん、はい。え、ゼリーこれ思ってる。え、中ゼリーだこれ。中ゼリー、炭酸かと思ったら違う、ゼリー。うまそう。え、その泡はどんな味するの。え、泡もちょっとラムネみたいな味する、夏にぴったり。でもさ、でもさ、うん、一緒に食べた方が美味しいんじゃない、みんな。確かに。どう思う。どう思う。どういうこと理解してない。一緒にみんなで食べたら美味しいんじゃないっていう。美味しい。まあ確かに美味しい、みんな食べてるから。いや、俺らもね、一緒に食べたら美味しい。でもまあこっちでみんなで食べてる。まあポジティブな考え的にね。どう。まあ確かにそういうポジティブな考えもある。一緒に食べようよ。あれ。うわ、うわ、シェアしてる。いいね。それはね、チームやからね。美味しい。翔生、ちょっとちょうだい。ちょっと待って。かわし方うま。それでは次の対決に参りましょう。次は勝ちます。続いての対決は沖縄発祥琉球空手の型対決。もう入ってますね。弱そう。弱そうですね。昇竜拳。昇竜拳。どういうことをするんですか。はい、ということでですね、琉球空手といってもどんなものかちょっとわからないと思いますので、はい、今回は特別に先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ようこそ。強そう。強そう。師匠。師匠、本気聞いてるって。先生、こちらお願いします。先生腕やばい。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 先生、腕やばいっすね。はい。うわ、降りた。歩けた。はい、ということで今回琉球空手上地流の師範新庄先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。新庄先生、まずちょっとあの琉球空手の特徴をちょっとみんなに教えてもらってもいいですか。はい、そうですね。まあ、沖縄は空手の発祥地で、はい、空手の意味はまずしっかりと身を守る。身を守る。空手は受けに始まって受けに終わる。沖縄空手は非常にその受けを大事にします。うん、
皆さん覚えてくださいね。受けに始まり受けに終わる、はい、よろしい。それだけでも書いてください。もう一つ、もう一つ、礼、はい、に始まって礼に終わる、空手の原点です。あ、原点です。礼、はい、に始まり受けに終わる、はい、はい、ということで、せっかくなんで先生ちょっとお手本を、はい、見せてもらってもよろしいでしょうか。じゃあ上地の三星流という方を、三星流、もうちょっと後ろに下がってもらいます、はい、三星流、やばい、なんか覇気がすごいな。これ先生の肩を見るってすごいよ。先生、それではお願いします。ありがとうございます。すげえ、これはすごい。ありがとうございました。皆さんちょっと前に、はい、はい、今から皆さんにこれを覚えていただきます。無理だ。え、今無理って言った。あ、いやいや、そりゃそうでしょ。何年もやってるから。すごい方やから。うまいね。それを俺が簡単にできない、ね、簡単にできないでしょっていうことを言いたかったんです。そういうことです。もう飽きてるんや。それ、まあさすがにね、今の方難しいので、皆さんに今からやってもらうのは琉球風の基本の型を覚えてもらい、その型の完成度を競ってもらいます。はい、はい、そして対決のご褒美はこちら、パインジュースということで。なるほど。やばいや、 100% じゃあ、シーンを先生、さっき動いたんでね。動いたんで、どうですか。美味しいですね。えー、これ、はい、これもええんかい。おっす、乾杯。乾杯なんだよ。乾杯やな。いいな、肩やらないやん、肩。沖縄っていいね。いいね。はい、ということでですね、15分みっちり練習してもらって、それぞれ発表してもらいますので、皆さん準備よろしいでしょうか。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。おーす、はい、はい、はい、ちょっと深すぎる。深すぎる、深すぎる。相手の足元を見るぐらい。相手足元を見て、はい、左足を前屈立ち。はい、前屈、はい、前屈、前に曲げる。左足を、お、上等。今度は下段受けと前屈立ち、左、はい、構えて、はい、下段、左、手と足は一緒ね、膝の上に一拳持ってきて、はい、突く、ブラブラしないようね、はい、なおで後ろ引いて、はい、一歩進んで、はい、右下段、上段受け、はい、はい、上段受け、はい、上段受け、右の手が手前、左は向こう側、はい、それを同時にカバーする。これを組み合わせして吹き方1やります。はい、はい、押す、レイ、吹き方1、吹き方1、用意、1、真後ろ、三、右、五、一、八、九、はい、OK、下段受け、一、はい、左上段受け、二、五、最後の突きは上段突き、はい、上段突き、あまり上げると頑張ろうなるからね、これ鼻の高さだよ、こう鼻の高さ。最後の構えは最初と一緒、気をつけして、はい、手は中心にクロスして構える。レイ、やっぱりみんな優れてるな、何でもうまい。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。めっちゃいい感じ。いい感じ、いい感じ。
さあそれでは練習も終えたところで早速披露していただきたいと思います。まずは A チームから準備はよろしいですか？はいはい、はい、さあそれでは A チームよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、これはこれスリッパと取ってもいいし取らなくても大丈夫です。そこも加点で入ってます。バッタ10匹踏んでんちゃう。裸足でファイティン。暑いんかい。ジャッキーチェンしか無理よその暑さ。さあそれではお願いします。気をつけ。レイ強化第一。強化第一。強化第一。1 2 3。いいよいいよ。ゴー。ちょっとレン君なし。レン君打ちまったじゃん。めっちゃ。1。ちょ弱そうやけど。レン君。8。9。おいい。10。1。2。3。やあ。10。ゴー。6。1。あれ逆にた。やばいやばい。9。よしよしよし。10。修正した。気をつけ。レイ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっと難しかったかな。はい、 A チームありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いて B チームよろしくお願いします。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 ためらっている。一人だけめちゃめちゃ気にしてますよ。お願いします。やけよう。気をつけ。レイ不協の片位置。不協の片位置。よーい。1 2 3 4 5 6。やあ。7 8 9 10。反撃遅いよ。1個1迷ってるね。迷ってるね。迷ってたね今の今。やあ。7 5。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。素晴らしい。せっかくなのでね、発表は中の方で先生からさせていただきますので、皆さん一旦中へお願いします。それでは結果発表。よっしゃー。っ、はい、悔いはない。悔いはない、はい、さあ先生すごかったですね皆さんの。いや、短時間でよくまとめ上げましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ただ判定の前にね、はい、まあ基準、基準団体演技ですので、団体が一糸乱れる、まあ、形として全体が整った方が有利。そういう意味でミスの回数の少なかった。おお、そこも赤。それから、最後ビクトリーを信じてビクトリーパンチやったのがいましたね。はい、やりました。ちゃんと見ててる。あれはちょっとそれがここで、ね、マジで見られてるんですよ。あ、いただけない。そういうのを考えして、そういうのを考えして、じゃあ今回の勝者は、はい、勝者、赤。赤やったー。赤の勝者、おめでとうございます。わー、お前ビクトリーチョキ出すなよ。違う、それ原因じゃないって絶対。先生やっぱりちょっとビクトリーはちょっといただけなかった。まあ本人は勝ったつもりでやったかもしれないけども、はい、肩の中にないからね。ありませんから肩。はい、はい、ということで勝者の A チームにはこちら石垣島さんのパインジュースを差し上げたい。おー、いいな、うまそう。じゃあ俺らもう肩やっとくわ、こっちで。
俺のビクトリーパンチが負けに導いちゃった。いただきます。乾杯。乾杯。乾杯。どうですか味は。うまそう。どうですか。飲みてえよ。さすがに飲みてえ。それはうわすごい 100% ファインジョン。うまおいしい。いいな。濃厚濃厚。どうですかリーダーを務めたシオンさん。うお、もうすごい飲んでますけど、なんていうんだろう。どうですか今までで一番甘い。おお。今まで飲んだ飲み物で一番甘い。一番甘い。甘い。あ、一番甘い。甘い。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで2本目の琉球空手型対決は A チームの勝利ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、続いての対戦に参りましょう。ハリータイムアタック対決。準備はいいか。マンガー。なんて。1、2、1、2、いただきます。うまっ、パカラパカラ、うまっ。